はい、皆さんこんにちは、クニネムです。川崎の ZRX ですけども、前回の動画まででボロボロのマフラーが、なんとか形になりまして、で、今日はね、エンジンをかけるための準備ですね、いろんなものをつけていこうかなと思います。で、まずオイルフィルターをつけたいんですけども、これね、今見てたんですけども、これが ZRX 用のオイルフィルターです。これですね。で、こっちがね、スズキの軽自動車のオイルフィルターなんですけども、高さは違うんですけども、径はほとんど一緒なんですね。で、ちょっとね、今日はね、これをつけてみようかなと思います。何かと言いますと、もう値段が全然違うんですね。このスズキの軽自動車用のやつはね、もう300円もしないぐらいで、モノタロウのやつなんですけど、こっちはね、もう ZRX 用と書いたオートバイ用品店で買ったようなやつでね、もう1000円ぐらいしたと思いますね。ですから、ちょっとね、この、使えるかどうか試したいっていうのと、で、このフィルターレンチですね、これも同じでした。ね。64番っていうやつですね。スズキの軽自動車のやつと同じやつが ZRX に使えますね。今日はこれつけてみたいと思います。で、キャブレターと、あとこの、配線のハーネスですね。あと、水回りとか、コンピューターとかね。あと、イグニションコイルとか。まあ、そういうものはちょっとどこまでできるかわかりませんけども、まあ、つけれるものをね、エンジンかけるのに、まあ、最低必要なものですね。どんどんつけていきたいかなと思います。ということで今回は、エンジンをかけるために、まあ、いろいろと細かいものを、取り付けていきたいと思います。で、蓋をしてしまいますとこれがもうできなくなるこのピックアップのところですけれども、少しの間エンジンこのままずっと放置してましたんで、2、3回ですね、ちょっと油をなじませるというかね、回しておきたいと思います。で、言ってました、オイルフィルターです。結局ですね、結論から言いますと、軽自動車用のものはつかなかったです。これなんですけども、最後まで締め込みますと少し浮くんですね。ですから取り付けの穴の部分の位置がちょっと奥まってるというかね、まあ、試してみたかったですけれども、ダメでした。素直にね、この、ZRX 用のオイルフィルターをつけておきました。次にキャブレターを取り付けていきます。このキャブレターとエンジンとの間にインシュレーターというね、ゴムでできた部品がありますけれども、これは今回交換しております。で、ここの劣化が原因で二次エアを吸うとアイドリングが安定しないと、まあ、いうようなことがよくあると思うんですけれども、まあ、私のこのバイクもアイドリングが安定してなくてですね、まあ、原因がこれだとはまだ言い切れないんですけれども、まあ、念のためインシュレーターは交換してあります。で、次にこのハーネスですね、これを取り付けていきます。もう取り外したのが何ヶ月か前になりまして、もう全く覚えてないんですけれども、前がどっちだったかなということを見ながら取り付けてます。で、このハーネスを取り付ける、このルートですね、どこの隙間をどう通ってっていうのが、まあ、大事なことなんですけれども、もう全く覚えてませんので、マニュアルを見ますと大体書いてくれてるんですね。このハーネスと、あと、ホース類ですね、そのルートっていうのが書いてます。まあ、でもそれも、あんまり親切なほど細かく書いてませんので、まあ、大体のことでしか書いてないんですね。まあ、あとは、線が届かなかったりね、余ったりとか、まあそういうので、大体この辺かなというので取り付けていってます。取り付け始めますとですね、少しずつ記憶が蘇ってきまして、あ、この辺通ってたなっていうのがありまして、まあなんとか形になりました。
で、マニュアルの方にはこの配線を止めるバンドの位置はちゃんと書いてくれてるんですね。で、まあそういうバンドもところどころ縛りながらですね、なんとなくできました。これバンドをですね、ここに1箇所つきます。他にもつくところあるんですけども、ここで軽く、大体を止めておきまして、つなげれるところですね、どんどん配線を止めていきます。ほとんどの配線はこのコネクタ、カプラーですね、カップリングするための端子がついてくれてますんで、このカプラーを止めていきます。前から来ましたあのヘッドランプ周りの線ですね、そういうのをこう止めていきます。で、今手に持ちましたのが、サーモスタットのハウジングに入る、水温のセンサーですね。これも取り付けるんですけれども、これはですね、あんまりこう回しますと線がねじれるようになってるんですね。ですからこれ、正しくどうつけるのかなと思ってたんですけれども、まあそのままねじ込んでいっても、線がねじ切れるようなことはないみたいなんで、そのまま、ねじってつけていきました。で、このハーネスですね、これが、サーモスタットのハウジングの左側を通るんですけれども、隙間がちょっとね、狭いんですよね。線が通る隙間は十分にあるんですけれども、その線の先に、頭でっかちというかね、コネクタがいっぱいついてまして、まあ、通しにくかったんで、このハウジングを一度浮かせまして、で、隙間に配線を通しました。で、今言っておりました、このハウジングにつく水温のセンサーですね。これを止めていきます。このように線がねじれるんですね。で、この先に、コネクタがあればそこで外してね、線に負担かけることなく回せるんですけれども、まあ、ハーネスの束に入っていってましたんで、まあ、気をつけながら締めて、終わりとしてます。で、今外してるこのボルトですけれども、ここにはアースの線がつくんですね。先ほど通しましたハーネスから、アースのヒゲが出てますんで、これをハウジングに止めていきます。で、オーバーホールしましたエンジンがちゃんとかかるのかどうか、とりあえずこの時点で確認しときたいということで、まあそれに、最低必要な部品を取り付けるということでつけてますけれども、まあエンジンをかけるだけでもですね、結構な部品をつけないといけないんですね。で、今これ関係ないとこつけてますけれども、まあそういった部品をつけるのに、まあ関わるというかね、この配線の取り回しとか、もうそういうので、まあ結局つけてしまえというようなところがあってですね、例えばここでしたらフェンダーレスキットですけれども、この上にCDI というかイグナイターが乗るんですね。だからもう結局これもつけとこうかと、まあブランとぶら下げとけばいいんですけども、いうことで結構ね、最低限の部品といっても普通にバラしたものを組み立てていくというようなことになってます。で、これがイグナイターですね。これを取り付けます。で、このイグナイターの前にあるのが、マニュアルではジャンクションボックスという名前で書いてましたね。まあ、こういった部品も、もしエンジンが正常に回らなかったら、また取らないといけないのかなとなりまして、まあ、それを考えるとゾッとするんですけれども、もう考えないでどんどんやっていきます。イグニションコイルと、プラグコード、そのキャップですけどもね、まあ、一応プラグコードとキャップは別に部品用意したんですけれども、まあ、ついてたもんまだ使えるそうなんで、それでつけます。で、コードとキャップのつなぎ目のところにビニールテープが巻いてあったんですね。ですからここが緩くなって外れやすくなってたり、まあそういうのがあったのかなと思ったんですけれども、このテープを剥がしてみますときっちりついててですね、
別にオンした部品の方がゆるゆるだったんですね。ですから前オーナーさんがどういう意味であのテープをつけたのかわからないですけれども、あのテープをついているところっていうのは本来ですね、キャップとコードを抜け防止というかね、止めるようなゴムのブーツのようなものがあるはずなんですね。でおそらくそれが劣化してボロボロになって取れたから、まあ、テープで同じような役目をさせるためにつけていたのかなというふうなことを思うんですけれども、まあ、その部品もまた余裕ができたらね、そのブーツの部分買えばいいかなと思います。でイグニションコイルをつけまして、プラグコードキャップをプラグにつけていってます。でこのイグニションコイル2つありまして、左側が1番4番用、右側が2番3番用なんですけれども、この右側の2番3番用のイグニションコイルがですね、上下逆につけられてたんですね。取り付けるためのボルト類が逆さまにつけられていて、このコイルも逆についてたんですね。でその取り付け部分をひっくり返して正常に、つけたんですけれども、まあ、なぜそのようなことを前のオーナーさんはしたのか、まあ、これがわからないんですね。おそらくプラグコードの引き回しのためにそっちのがいいと思ったのか、わからないですけれども、もしかしたら何か意味があったのかなと。もう考えても分かりませんので、純正の状態にして戻していきます。イグニションコイル後ろ側に配線がつきます。それぞれ、各シリンダー用ですんで、まあ、一応白いペンで、番号を振ってつけときました。ラジエーターにも、配線をつけます。でこの配線は電動ファンの線ですね。で、この右側面、ここに、ボルテージレギュレーター、これをつけていきます。で、この部品を含めて、まあ、今回はつける部品、まあ、全部そうなんですけれども、まあ、とにかくすごく汚れてまして、まあ、動画にはあんましてませんけども、部品を全部洗ってから取り付けてます。でその汚れ方がですね、もう長年の分がすごくこう積もり積もったというかですね、なんか虫の蜘蛛の巣みたいなのもすごく張っててですね、まあ、それをきれいにできただけでも良かったかなと思います。で、右側面のこのピックアップのところですね、中心の、アレンボルト、これをトルクレンチで締めまして、ピックアップコイルを下の部分につけていきます。このタイミングローターとピックアップの間の隙間ですね、これを測ります。規定値では 0.4 ミリから 0.6 ミリの間ということで、シックネスゲージで測りますと、0.6 ミリが普通に入るんですね。ということは隙間が広くなっているということです。で結局ですね、0.7 ミリの隙間がありました。 0.1 ミリ多いんですね、隙間が。そのまま行くんですけれども、まあ、ここは隙間が広くなっているということだけ、まあ、知っておかないといけないかなと思いました。いずれまたね、交換すると。まあ、このコイルの付け方で若干は調整できるのかなと思ったんですけれども、まあ、ほとんど変わらなかったですね。部品交換しないといけないということです。今回はこのまま行きます。そのピックアップコイルの配線ですけれども、このエンジンから外に出るところですね、オイルシールがあって、ここは液ガスをつけてくれということなんで、液体ガスケットつけまして蓋をしていきます。で、このピックアップコイルですけれども、抵抗値だけ測っておこうと思います。テスターで、配線2本出てるだけです。その抵抗を測りまして、これは規定値以内に収まってましたんで、まあこれでいいはずということで、あとはガスケットをつけて蓋をしていきます。
で、今回の作業ずっと社外品のガスケットをセットで買ってつけてますけれども、ここに関しては、社外品のガスケット穴の狂いとかね、形の狂いはなかったですね。普通につきました。で、今ちょっとアップにして、まあ、見にくいですけど見てもらったのが、この蓋には上下の区別がありまして、裏に上側のところはアップという刻印があるんですね。まあそれを見なくても、この外側を見れば上下の区別はね、この形で大体わかるかと思いますけれども、まあ、あの逆さまにつけないようにということですね。次に、この冷却水のリザーバータンク、これをつけていきます。で、このリザーバータンクにホースが2本刺さるんですけれども、まあ、1つは、サーモスタットのハウジングからあそこにつなぎまして、もう1つは出ていく、車体の後ろに行くホースですね。それだけそのホースがちょっとないんですよね。また探しておきます。で、右側のステップをつけまして、次にオイルのホースをつけていきます。ちょっと作業あちこち統一性がなく飛びますけれども、なんかもう目の前にある部品をとりあえずどんどんつけていっているという感じになってます。ここ3箇所、板状ボルトつきますけれども、それぞれ2つずつ、シールがありまして、そのシールは新品に交換して取り付けていきます。上2箇所、下1箇所ですね。25ニュートンメーターで締めていきます。このオイルホースもすごく大事な部品なんで新品にしたかったんですけれども、まあ、言うてるとちょっとキリがないところがありまして、まあ見送りということで再利用をしています。で、苦労して修理しました、このマフラーですね、これを取り付けていきます。結構な重さがありますんでね、あの微妙な位置調整とか、難しかったです。前のところをとりあえず引っ掛けまして、真ん中を止めてしまいまして、で前の部分を本締めしていくと。で、後ろは後から止めます。で、この前の液排を止める袋ナットを今止めてるんですけれども、結構奥まった狭いところで4分の1工具が、役に立ちましたね。8分の3ではちょっと入らないところがありました。はい、ということでね、エンジンかけるために必要なもの、とりあえずいろいろ細かいものつけていきまして、まだつけないといけないものとかね、配線の、まあ、接続とかあるんですけれども、まあ、とりあえずこういう感じに今なってます。で、もう取り外した時のことはまだ覚えてなくてですね、取り付けるのに、その順番ですよね。例えば、このラジエーターでしたらね、もうこれ一応外側についてますんで、最後につけないと、この中のものが後からつけれないのにね、さっきラジエーターつけてしまいまして、中のオイルホースつけるのにラジエーター浮かしてとかね、まあ、そんな効率の悪いこと、このプラグコードも、このルート変ですよね。多分このアッパーホースの下通らないといけないんじゃないかな。ちょっと元のルートを、覚えてないというかね、まあ、マニュアル見てまた、まあ、でもこれはね、別にエンジン、かけるのに関係ないか、これでいいかなと思います。今にはこのマフラーですよね、まあすごいちょっと苦労したというか時間かかりましたけども、なんとかこうねつきました。溶接した後ね、まあ、残ってますけど、これはもう妥協点というかね、これ綺麗にしようと思ったらまたちょっと私の場合はリスクがあるんで、まあ、こういう状態で、あとなんかわからんこととかいろいろありましてね。このリザーバータンクのね、この溢れたやつですけど、このホースが今ないんですよね。ないというか、どれがこれだったのかわからないというか、これ多分ルート的に U の字にぐるっと回って、後ろに行くと思うんですよね。
だからこの曲がってるホースですよね。それ探さないといけないですね。だとなんかこんなんもね、ちょっと。ということで、またお続きやっていきますけども。ここもね、こう思い出のマフラー切り替えたやつがね、残ってますね。ということで、また続きやっていきます。もうあとはね、もう細かいもちょろちょろっとやって、ちょっとエンジンにね、早く火を入れてみたいかなと思います。またご興味のある方、ぜひともお付き合いをください。それでは。